あのドゥーシェっていう人はなんかこう映画を論じる時もあの作家そのものにこうなっていくような形であの映画を論じるんだみたいなことを言うことがあるんですけどだからドゥーシェについて語る時も、まあ、一人一人がまあドゥーシェになりながら聴、まあ、いてる人たちもドゥーシェについて考えながらちょっとドゥーシェになっていくっていうそういう雰囲気で進めていけたらいいかなというふうに思ってます。であのジャン・ドゥーシェっていう人の説明みたいなものってなんか今映画をご覧になったんでそんな必要ではないかなっていう気もするんですけれども。 そのいわゆるこうヌーベルバーグの、まあ、ゴダールとか、まあ、トリフォーとかの同世代の,あの人で,でみんな監督になったんですけどあの彼はずっと批評家としてとどまり続けた、まあ、いくつか作品を撮ってますけど批評家であるっていうことにこだわった唯一の人物っていうのが僕があのジャン・ドゥーシェっていう人を捉える時の一つの,あの見方です。で日本でも「パリ・シネマ」っていうあの本が翻訳されてますし。 あの最近も「あの週刊読書人であの久保弘樹さんっていう方が僕は個人的には面識はないんですけれどもあのジャン・ドゥーシェの連続したインタビューのをずっとあのやっていてでジャン・ドゥーシェが亡くなった後もあのもどうなるのかなと思ってたんですけど何のこうあれもなくなんか普通になんか続いてくんでなんか日本だとドゥーシェっていう人はまだ生きてるみたいな感じがするなっていうのをねさっきちょっと打ち合わせであの話したりも。 あのしていたんですけれどもあの皆さんもよくご存知っていう人もあのいるかもあの知れませんで初めにこうジャンヌ・ダルーシーについてこう論じていくっていうときにせっかく今あの映画をあの見ることができたんで初めはなんかこの映画を見たなんか感想からなんか話していけたらいいかなっていうのをさっき話したんであのそういう話から進めていきたいと思いますじゃどうしましょう岡田さんどうですかは,はいではえー、っとじゃあ私じい っていうかまああの、えー、ジャン・ドゥーシェになったようにどころかなんで私がここに今日呼ばれてるのかまだによく分かってないところがありまして、はい、でまあ,あのドゥーシェには一度だけ会ったことはまああるのはあるんですけども、はい、まあそれはまた、えー、今日はま,まだいいとしましてそうですねあのー、改めてこの映画見て思うのはなあれですね、えーまあ、評論家 というのはまあ確かに映画の見方やまあいろんなものを教えてくれるってとこがあるんですけど人生変えられちゃった人がこうたくさん出てくるっていうこれがあのなんかいわゆる評論家という枠とは何か違う大きな何なて言うんでうかドゥーシェのあのそうですねえー影響力の何て言うんでうかね他にない強さみたいなことかなというふうに思ってるんですけど。ああのえこのののこ映画の後半であの 復元映画祭、イタリアのボローニャでやっている復元映画祭っていうのがあって毎年あってであの、えー、以前はまあ何ですかねあのそういう復元とか、えー、クラシック映画の映画祭の聖地っていうのはまあイタリアのポルデノーネでやってる無聖映画祭っていうのがあるんですけど今でもあるんですけどむしろ今はボローニャの復元映画祭の方がもう何て言うんでしょうか聖地みたいな感じで。 シネマテイク関係者は世界中から集まるというところで,で私は実はボロ,ボローニャの方は行ったことがなくてあでそこであの出てきた人の中でそのシネマテイク・ドゥ・ブルゴーニュ、えー、ジャン・ドゥシェというのを運営しているあのニコラ・プチオさんという人が出てきまして、えー、その方にも去年別のスイスでちょっとお会いして話を聞いたことがあるんです。で、えーまああのー あの映画にもあのでもわかる通りあのドゥーシェというのはいかにすごい人なんだということをやっぱりあの熱心に語る方でいらっしゃってですね昨年あったのはその、えー、国際フィルムアーカイブ連盟っていう、まあ、あの国際連盟みたいなねあのシネマテイクの国際連盟みたいな組織があるんですけどもそこの総会で、えー、その,シ,あのシネマテイクジャン・ドゥーシェが新たに新会員になるっていうような儀式がありまして、まあ、いくつかの世界からそういうのが、えー 新会員というのがあるんです。その一つだったんですね。で、その時にまああの加入スピーチみたいなのがあって、その場でも何ていうか、まあいかに、えー、自分たちが何て言うんでしょうか？あの。 えーまあ、フランスは地方シネマテークも多いんですけど、えー、まあ新顔ですけども、えー、予算の少ない中でいかに頑張っているかそれからジャン・ドゥーシェっていう、えー、なんていうかこの批評家というのがいかに、えー、我々の精神に、えー、影響を与えたかってことをやっぱりとうとうとその場でも語っていらっしゃってで後で直接お会いした時もなんか非常にまた熱のある人だったんですけど、はい、あの非常にまあ、えー、そ,うそういう意味ではさっき言った人生変えられちゃった人のなんていうんでしょうかね で表面が広いんですよねプ,ラスプロデューサーがいればあ、まあ、もちろん作る人もいればでああいうふうに、えー、彼を引っ張ってきてシネマテーク作っちゃった人もいると、えー、そういう何て言うんですかねあの映画業界のあらゆるところにこう種をまいているというかその辺がすごいあの面白い人だやっぱ貴重な何て言うかあの才能なんだなっていうのをまず、まあ、思ったっていうのが、えー、ま,ずま,ずまずその辺でしょうかね。はい あのシネマテイク・ブルゴージの人っていうのはあのシネマテイクもやってるけどあのジャン,ジャンドゥシェアーカイブみたいなのを作ってるっていう、ね、そうなんですよだからジャンドゥシェが残したものとかねあそういうアーカイブ書いたものとかいろんなものを集めているんですけどもさっきなんか映画で見てあっと思ったのはシネマテイク・ランセスでやってるあのジャンドゥシェシネクラブ。 全然録録音も録画も画しててないんですって <laughs> ちょっともったいないでも歩道があるんじゃないか本人がまあ撮るなとか言ったのかもしれないけどそれにしてももったいないなと思ったんですけど多分そういうのが始まる前からあの始まってるってことですよね多分ね。 ちゃったあ,であと思ったのが、まあ、あの彼の,その、まあ、私もここにいる理由があるとすればその何でしょうかシネマテイク的な観点からということだと思うんですけど、えーそうですね、昨,昨年11月に彼が亡くなったとっいう、えー、知,知らせを受けそれを、まあ、読んで思ったのは、まあ、要するにあそこの映画の中に出てきましたけどその、まあ、シネクラブっていうのは、まあ、そのいわゆるフランスのシネマテーク文化の基礎にあるわけですよね。 あやって上映ををしししてててて解説をしてそして共有するっていう、まあ、あのそれこそ,そ,れこそまあアンリー・ラングロワーっていう創始者が始めたことでラングロワーはまあ77年から亡くなって数年間はなかったかもしれないけど、まあ、ドゥーシェがま,あまさにそれを、ね、威発を継いだっていうようなことで、えー、まああのそういう意味ではシネマテーク第一世代のこうある種理念みたいなものがついに終わるのかなみたいないうことをちょっとえー ここの2019年にに終わるんだなということを最初に感じましたねそのプティオさんも「ルーシェのような人は二度と出ない」って言ってましたけどそういう意味でのなんかある種のシネマティックということの,あのフランス風のそういうのあり方っていうものの理念系っていうのが一つ終わるなっていう感じはしました。 多分なんか僕一応司会役なんでじゃあ次広瀬さんどうですかって多分振らなきゃいけないと思うんですけどなんか話を聞いてるうちにちょっと僕も喋りたくなってきちゃったんでちょっと司会の枠を逸脱してあの皆さん今どのようにこうご覧になったか分かんないんですけどこの監督が3人いてすごいなんか若いんですよね2009年に17歳でしたっけ一番初めにあ多分高校生の時にジャン・ルーシュのシネクラブを聞いてそれで影響されてまあパリに出てあの映画の勉強して映画の監督に多分なりたいっていう人たちが。 あの取ってて若くて質問してるなんか二人はよく出てくるんですけど一人は出てこないから多分撮ってるやつが取ってるそうですよね。はい。そうだってことなんですよね。でもまあ僕もだから名前が一応書いてあるけど誰が誰かっていうのはよく分かってなくてで最初にあの去年もここで上映されてその時にもあの見たんですけどあの若い人たちがやっぱこのジャン・ドゥーシェにこう憧れてあのこの人のこと知りたいと思って。 こう作ってたかなりなり自発的な映画なのかなと思ってたんですよでただなんかこうプレスシートなんかこう解説してるプレスシートを読むとそこにあの監督たちの言葉っていうのが載っていてあの作られるに至ったこのきっかけみたいので、えー、これがすごくあの面白いなと思ったんですけどあの間接的にジャン・ドゥーシェがあの自分についての映画を撮ってくれると言っているような気がしたっていうことを。 書いてるんですよねでそれでもしかしたらこれはだから監督は誰なんだろう本当はこれジャン・ドゥーシェ自身が自分についての映画っていうのをあの監督してあの撮ったんじゃないかっていうふうにこう今は見てるんですよね。どう思いますか <laughs> ではそのお三方というのはでは立場としてはどういうことになるんですかそういうなんかこうドゥ,ド,ゥシェの中のドゥシェの運動にこう巻き込まれてった あの3人っていうんですかねでもそれがなんかその自分についての英語を撮る監督に選んだのがその25歳ぐらいのなんか若者3人だったのかなっていうなんかそこが面白いかなっていうふうになんか思ったり 2>, 2人までよく見ますけど3人となるとねまた何か雰囲気が違いますよね。そうですよ、ね、でこのえ映画の中にも出てくるんですけど今日持ってきたあの本の一つにこの「ローム・シネマ」っていうジャン・ドゥシェの「 あの本があの出てきてきこれのサイン会やってるのなんかこの映画の中にもあの出てきてたと思うんですけどこれが出てるのが2013年でこれはあのジョエル・マニーっていう人があのインタビューをあのしていてまあジャン・ドゥーシェが自分の人生についてはなんか自伝みたいなあの本なんですけど僕これが出た時はまだあのフランスにいてでこれが出た時にどういう風に思ったかっていうとジャン・ドゥーシェはあのもうすぐ死ぬかもしれないということを僕はあの初めにこう思ったんですよね。それをまととめておこうと したんだ皮肉なことにっていうかわかんないですけどジョエル・マニーってのは1940何年ぐらいの生まれの人だと思うんですけどあのジョエル・マニーの方が先にいなくなってあのしまってあのジャン・ルーシュはそのままあの結構それからも何年も生きることになるんですけどだからこの本とその今日の見た映画っていうのがだか,らなんかこうつ対になってるっていうか最後に多分死をあの 強くこう、まあ、意識してそれこそ全部自分が持ってるものとかをあの処分して所有から離れてそれこそあのシネマティックブルゴニの人が全部その管理をしているのかも分かんないですけどあの一つはこう本という形で残してでもう一つは映画という形であの自分のことを残したそれがなんかやっぱジャン・ドゥーシェっていう評価の、まあ、特徴を表すっていう意味でもあの非常に何て言うんですかね意味 意味意義深いっていうか、そんな気がして見てました。自分から何も言わないけど、気づいたら人が動いているってことですか？<laughs> そうそう、そういう感じですよね。これはこれはどういうきっかけで出た。本かわからないですし、あの映画を制作していく時もどういうきっかけになったかわかんないですけど、やっぱりあのまだ大,大学生ぐらいのあの,あの3人があの映画作りたいからって言って、そんなあの自由に好き勝手にね。なかなかあんだけの人に会えないですよね。 僕もあの向こう行ってあの取材とか結構苦労してやってたんで分かるんですけど無理ですね,やっぱりね結構フランス中ね行ってますよね、うん、<laughs> あるね <laughs> はい、まえー、っとドゥーシェはそうですよね、えー、週い編がパリのシネマテークで月一編だったかな、えー、ニースで他にブルーゴーニュの,そのニコラさんとかも行ってるし他にもガンガン呼ばれてたので晩年まで呼ばれてましたよね結構ねそれがあのー、なんか出てましたよねだ開演の あの批評価で開話をあのやめた後にそのシネクラブの人に呼ばれてシネクラブ運動で全国をこうあアンギャするっていうかあの上映後のあの解説って抜けおってフランス全国をつつうらぶらこう旅する映画人っていうんですかいう風になっていったっていう話が出てましたけどねだそういう意味ではあのこの本という形であの自分の人生を残すだけじゃなくって自分がこう喋ってる姿とかあの映像としてそれが残されるっていうことをきっとあの強く意識 して若者をこの巻き込んで自分の映画を撮らせていったんじゃないかってそんなことを考えたんですけど頼む頼まないの話はジャン・ドゥシェさんがまあこだわってたことの一つですよねあのだからその自分は自分からこれがやりたいと思ってやったことは一つもないと撮った映画も全部頼まれたものですと CM も撮ったけどそれも頼まれたものですと。 演劇も撮ったけどそれも頼まれたもので書いた批評も一本たりとも頼まれたものじゃないものはないっていうだから今回もこれ頼まれたから出ましたっていうふうにしないといけないと同時にまあさっき須藤さんが説明した複雑なこ力関係を作り出す必要が生じたんじゃないかとでまあこれがまあねあのその彼の運動みたいな話とまあ多分関わるんだと思うけど。 まあそういうことをまあ聞きながら思いました。 あとスネークラブに関してはこれやっぱ映画が好きとか嫌いとかっていう問題じゃないもっとでかいこれ全国的スネークラブ組織っていうのだけでも5団体も6団体もあってそのうちの1つに彼は一種属してたんですよね。でこれもう本当にものすごいことでも映画なんか好きじゃない人とかもスネークラブっていうのを一つのきっかけにしてみんなで議論するっていう文化が一時期のフランスにあったっていうその のの中の一,つのこう一番でかい組織に彼の親分から彼は呼ばれてその一組織のサーキットで全国歓迎をすることになったっていうまあそんなような感じだと思いますよ。僕なんか全然の映画と関係ないあのなんか社会運動の活動家みたいなのおじさんにインタビューした時にあ僕らはもうそういうなんかこういうなんて言うかそういう社会的な感性を身につけるのにシネクラブがそれがそういう場だったんだっていうことを説明さ 日本もね70年代80年代って何ていうかある社会的な、ね、あの問題性を抱えて自主上映やってるっていうのが非常に、ね、盛んだったはずなのにっていうねやっぱああいうのはやっぱりフランスとかのやっぱりねある種影響もあるんだろうなと思ってたんですけどだかあそこで語られてるそれこそなんか60年以降のなんかシネクラブの,あの運動っていうのと別で僕あの初めにフランスに行ったっていうのは多分2007年とかで。 であのー、もう一回言ってるのは2010年とかにあのなそれか2015年ぐらいまであのいた時期だとあの思うんですけどもうだからあそこに写ってる時が多分ちょうど自分がいた時期と重なってるのかなっていう風に思って見てましたね全然やっぱだからその当時の60年代に彼がこう全国あんぎゃしてた時とはもう扱いも多分全然違いますよねやっぱりねジャン・ドゥーシェの回ですよね でシネマテイクの,あのアンリー・ラングロワホールっていうめちゃめちゃでかい一番でかいホール500人ぐらいですねそうですよねそこにあの集まってあのジャンル人がこうやってきてあのもう椅子とかも座らないでこう喋っていくっていうスタイルですよね <laughs> 広瀬さんあの出たこととかありますかその出た出、まあ、ン まあそこでやる作品を見に行ったっていう感じ <laughs> はい、はい、あんまりあの僕はあのまああのそこで何かガーンと来てどうのこうのみたいな経験はしょまあ僕だから「はい」とかってなんかこう会場から手上がってそれ聞くのが面倒くさいっていうの。 じゃんどうせいの話は聞いてもいいです。ののはいとかだか今日のなんかそのシチズン権威の時のおっさんとかの発言とかああいうのに付き合わされるのはもうあの苦痛でたまらないっていうね。<laughs> あそこがあのよくできてないねみたいな。そうなんだね。ドどうしはその辺が全然苦にならないみたいですね。 特にヨーロッパ行くととんちんンな質問が特にヨーロッパは多いと私は見て,て <laughs>、うん、あてこれは可哀想だなと思いながらこう客席で見てるみたいなだからあの私はあと一度だけ僕シネマテイクの,あのそこで深作禁止特集のオープニングであの喋りますけどあれはもう上映前だったので上映前ってあってすごいほっとした覚えがあります。質疑応答がない あのそそうだ今、失業とう全然関係ない話になっちゃうかもしれないですけどジャン・ドゥーシュのシネクラブはあの常連の、ね、人が出てきてなんかインタビューされて,てあてアジア系の,、ね、あの口の多少な人がしゃ喋るんですけどなんで「ハーモニーコリンだとか言ってるあのもう今の映画雑誌はもうなんか読む価値がないとか言ってるでもドゥーシェの話は絶対聞きたいみたいなあの人見たことないですか広さん そうですよね。あの人い,なんかいつもいて質疑応答とかで一番初めになんか「エクスキューゼモア」とか言ってなんかこう質問はないんだけど語り出すやつが1人いてで何者なんだろうこいつっていうのを僕はすごい気にしててもしかしたら向こうも僕のこと気にしてたかもしれないですけどいつもいるなって思っててあ,あ でも、何者かわかんないままなのがね、これ見た時にすごい残念っていうか、気になっちゃったんですよね。なんか、あそこにも、なんか、こう、クレジットっていうか。かちゃんと、ちゃんと、なんか、あの、社事のところで、名前、どうや、らこの人だろうなという。中国系の方の名前があったような感じがしし。あそうなんですね。はい、全然見てなかったです。まあでもで、ね、シネマテイクで、で、まあ、私は、まあ、あの、留学はしたことないので。時々、何年かに一っぺん出張で行って、ということになるだけなので、まあ、分かってないんですけど。やっぱり、なんか、数年ごとに、熱心に通う人。 っっていいうのがやっぱり必ずいますよね、うん、あ,のある時代から,からある時代までずっといた人とかそういうお客さんってやっぱありますよね、はい、ジャン・ルーシェって一番初めにもあの全然あの批評を書かない批評家とか,なんか授業をしない先生とかあの出てくるんですけど書いた量っていうのはもしかしたらいろんなところに書き散らしてるからたくさんあるのかもしれないですけどこ,のこれだけなんか有名で,でこれだけあの 影響力を持った批評家だと言われている割には。あの出てる本の数とか、そんなにたくさん。あの。ない、あの、批評家だと思うんですよね。で、実際にこの。ドゥシェが書いた、あの、ものを、多分、読むだけじゃなくって。あの、その語っていった、あの、なんていうんですかね、批評の方法自体が、多分。ジャンドゥーシェが、あの、書くっていうことから。あの、語るっていうことの重要性を、おそらく。あの。 フランスのまあ映画ファンの中でこう発見させた批評家の一人なのかなっていうのをあの思ったりするんですけどだからそれがこうアプローチする時にあの批評家だったらなんか書いたものをこう読んであの勉強してったらあの彼の思考にこう近づけるのかっていうとなかなかそんなにあの簡単じゃないのがきっとジャンドゥー,ーなのかなっていうのを思ったりしますよね。だからずっとやってるそのシネクラブの活動とかの記録がちょっとやっぱ残っててどういうことやってたのかっていうのがあのその話の一端みたいなのを見ることは あのできるんですけど、まあその膨大なアーカイブがあったとしてそれを全部見るのは大変だとは思いますけど記録が残ってないのは残念だっていう先ほどの岡田さんの話はやっぱそうだなっていうふうに思いますね。あの今日の作品について僕があのま良、あ、かったですよね。あのそれジャン・ドゥシャさんが良かったから良かったんですけど、あのー、やっぱりこう批評家のとしてのジャン・ドゥシェっていうのは使う意味で僕がちょっと 足りななないいんじゃないかなと思った点はやっぱ彼はなんかあたかもなんか全てに開かれたなんかあのもうすごいこう寛大な人みたいな感じで話が展開されてたけどこの中でもサイドベン・サイドがですよねが言ってたけども彼がそのシャルルテストになる人物にそそのかされて B 級映画を見た時にそんなくだらないもん見てんじゃないと。 偉大なな監督を見なさいいとそういう,ふうに言ったで実際そのジャン・ドゥシェっていう人はあのそういう,こうシャルル・テッソン流の、まあ、流だけじゃないですけどそのセリウェー的なあのまあ中途半端なっていうのにはウルマーとかそういうのも含まれるんですけどでもちろん当然ながらゴアとかトラッシュとかはまあもう全部含めてでそういうものを商用する流れの流れがある時期に起きてくることを まあ、あの小さいポリティックでプチメトポリティックでプチメトっていうプチ小さい小さい巨匠主義と小さい巨匠主義なんかにかかずらわってる場合じゃないって彼はいうふうに言ってで、まあ、一番成功した例に自分は両にそれは何人かなんだけど、まあ、ここでも名前が出てきたけど、まあ ハリウッド期のフリッツ・ラングとかルノワールとかミネリ溝、まあ、とにかく一番偉いのは溝口で、まあ、そんなような感じだよねそんなような感じの人でこの人たちの作品をまずは見ろとちっちゃい巨匠なんかどうでもいいでしょうとそんなことに人生使ってる場合じゃなそういう閉じた感じがあるわけよ。でこのの閉じじじたた感感とその開いいっていうのは こうデパルマ見せたらデパルマ面白かったみたいなねあのそれはなんかデプレッシャンさんが見せたっていうねあのことらしいと得意げに言ってましたけどあれはなんか仕組まれてたんですけど、ね、そそ僕のから来てるんだよあそこが一番良かったこの映画の中で <laughs> あのノエミルボ・ルボブスキーがさ耳打ちあもうやっぱさすがえん全部なんかなんか演技演技ねうまいよねっていう。 でだけど、それで俺がその中であそこの演出でいまいちえっと思ったのは耳打ちするじゃないそれで,それで彼が聞いてるじゃないデプレッシャンさんがそれで,うーんこれでもプライベートだからなとか言ってで、えっと、デプレッシャンが質問するところで一回カットが変わっちゃうんだよねこ,ののなんかこ,こことあの間にえそことなきゃだメそこの絵がなきゃだめ。 そこであっプリベだけどねどうしようかなみたいなところででも話そうっていうそこを取んなきゃいけないのそこをさなんかさどういう人なのか知らないけどあの。 落としちゃってんだよよね切っっちゃってんだよ、ね、だからもうそれだけでもこの作品自体は大した作品じゃないなと <laughs> 全くなんか見映すべきものが全然映ってないなっていうのは、まあ、思ったけどそれ置いといて、まあ、その中で「デパルマ見てみたら」 面白いねじゃあもう溝口やめててパルマにしようってすご,すごいけどと同時にあそんな見てもの見てそんなつまんないもの見てるのかどんなちっちゃウルマとかですよ、ね、そんなち,ちっちゃいもの見てるのかって言ってそんなもの見るなみたいなこの感じがやっぱりなんか一番僕にとってのなんかジャン・ルシェのもっとジャン・ルシェすごいところもうほんとジャン・ルシェってに本当に一番立派な 映画評価だと僕思ってるんだけど何、まあ、か掘り下げるポイントがあるとしたらここの謎これがちょっとちょっとなんか僕は興味があったなやっぱあれですよねやっぱり映画作家の可能かっていうんですかやっぱりそういうところはやっぱりどうしてもあのルーシーはそれを促進したという面はやっぱり否定できないとは思いますねやっぱりねそこがやっぱりあ,のある時代の何て言うか 映画批評の枠というものをやっぱり背負ってしまった人だなと思いますねうん。だから例えばルシェがね例えば彼はブレッソンを批判するんだよねブレッソンダメですと。なんでかっていうとモデルだとかなんだとか言って要するに人形だろとお前の思った通りに動きゃいいっていう人形だろとでもそれは俳優の座をお前が奪ってんだと お前が偉そうに奪ってんだってそういうブレッソンに対して徹底的に、まあ、ブレッソン全くいいと思ってない彼ね、まあ、一番いいと思ってないブレッソンがいいと思ってない、えー、ブーローニュの貴婦人まあそれ分かるよね、まあ、その理屈から言えばで、あのー、それはなんか理解できるんだけどその何かねちょちょちょ中途半端な人っていう風に彼を呼ぶや呼んでるものを。 その退けちゃう感じ、ね。なんか、うん、なんか、なん,なんていうんですかね。僕、それはなんか、こう、ちょっと、なんか、こう、細かい話になっちゃいますけど。1960年代ぐらいのフランス映画。批評のなんか、状況みたいな、なんか、文脈を多分考えて。あの、おくと、なんか、理解しやすいかなっていう気は。あの、しますよね。なんか、多分、あの、ジャンドゥシェ、あの、かい、起病史、かいを代表する批評家で。 彼がそのものすごいこう敵対意識を持ってたのは当時いわゆるこうマクマオニズムとあの呼ばれているあのものですよねそれがあのプチメートルたちをこう兼用するようなアメリカ映画のまあ B 級映画を兼用するような人たちっていうのがあの出てきてそれに対するあの敵対心っていうのがまあ要するにあのこんなに長くずっとそれを持ってるってことですよね。自自分分が代代後半半から30前半ぐら前ぐいのの時にあの自分のまあ価値観をこう 決めるときにこう定めた敵みたいなあのものの一つだと思いますけど、その価値観をずっと維持してるっていうマクマオニズムってあのマクマオって映画館から来てる言葉ですか？はいそうです<あ>そうですあわかりましたいやいやなんとなくそういう言葉は知らなかったんですけどあのあれですよね外せ門の近くにあるアメリカ映画専門館ですよね <laughs> あそこがこうざーっと A, B A 級 B 級なんなんでもアメリカ映画したからですよねその影響だというふうになんか思いますねだからそれをなんかを含めてなんか考えてあのその 心の狭さをあの理解しててあげたいいなっていう,ふうにそうだね <laughs> だからまあ彼にとって敵はまあ 3, 3, 3つかねだからマクマオニズムと、まあ、あともう一つの雑誌の方のポジティブポジティブは要するに民衆の気持ちが映ってるか映ってないかで作品をいいとか悪いとかって,言うっていうのがふざけんなっていうねで正しく民衆の気持ちが映ってるかどうか で、それが良くないっていうのと、あとは、カエジィシネマ内部で、リベットだよね。そうですね。そうですね。うん、こ、の映画では、ずいぶん柔らかく扱われてましたが、ね。ちょろっとしか、声、ないよ多分ね、これは本質的な問題を抱えているはずですよね。そうですね。この映画だと、だから、あんまり、あれなんですけど。こっちのロムシネマの方だと。あのー。 ほぼ全編にあたってリベット批判みたいなところがね <laughs>。ありますよ、ね。だからまだずっと思ってんだなってことです。あの、ちょっとだけこう解説をすると話が出てましたけど、あのカエルシネマの中でこう大きななんかこう変化みたいなのがあるんですけど、それが1963年ぐらいにあの訪れるんですよね。それまではね。エリックロメールっていう人があの編集長をあのやっていて。 でちなみに僕ちょっとあの自分の本の中でも書いてるんですけどあユスターシュっていうのはこのロメールとあのドゥーシェを慕ったあの若者の一人なんですけどその人たちがいわゆるこう古きよき映画のまあサッカー主義とあの言われているものをこう雑誌でこうその路線としてこうやってたわけですけど。 63年ぐらいにジャック・リベットという人がそれをこう打ち壊すようにしてあのやってきて例えばあのピエール・ブーレーズにインタビュー行くとかあのレヴィストロースにインタビューに行くとかロランバルトにインタビューに行くみたいなことをあのジャック・リベットが始めていって映画だけの話じゃなくってあの現代芸術とか現代思想の文脈の中で映画を語るということを始めていくんですよね。でその影響で ちょっと出てきてきましたけどジャンナル・ボニとかあのセールジ・ダネとかっていう人がその後のカエル・シネマの方向をどん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 こう変えていくっていうことにあのなっていきますで、ジャン・ドゥーはそはリベットがあの乗っ取っちゃった開外に我慢ができなくってあの辞めた人の一人ですであのバーベット・シュローダーとかもその一人でここで言ってたのは1963年に開外シネマが自分たちが持つようなものになんなかったんであの私たちは負けてそれで映画を作ったと。でそのの時に作られているのが あのフィルム・デュ・ロザンジュっていうあの制作会社でこれがロメールの映画を返るシネも追い出されてしまったあのロメールの映画を制作するためにみんながそこで協力してあの集まったやつですねこの作品の中であと僕がドゥッシェの作品としてじゃなくてドゥッシェの振る舞いとして面白いなと思ったのは23回そういうのがあったと思うけど埋設の時にこれから見る作品は長いから。 あの「自分の解説は短くします」っていうそのボローニャでも言ってたねあのコスター・ガブラスの後でねあれはだけどあの彼の話語りっていうのはまあひ、まあ、と言で言うと長い語りの場合と短い語りの場合があるんだけどこの短い語りっていうのは時間がないから短いわけじゃなくて短く語ることを彼は重視してる人なんだよね。でその何を短く語るのかっていうとう 例えばそのあそこだったら「ジャン・ロノワーっていうのは「誰ですか?」「はいこれです」っていうね。で彼は、まあ、要するにジャン・ロノワーっていうのは演劇の先を作る人じゃなくて演劇よりその前にある現実演劇の引き一回現実に引き戻しますとそれううがジャン・ル・ノワーです「丸」っていうね。これがやっぱりあのジャン・ドゥシェのすごい力強いところ。であのだからあの例えば あのそういうもう全作品に当てはまりまりすとで例えばなんだ今日ここで出てたんでいうとちょっとせっか彼がちゃんと説明してなかったけどこの中ではね例えば放射線だったら放射線って誰ですかって放射線の重要なショットは向こうまでパースペクトになってる垂直っていうのかな画面があってこういうふうに線があるっていう。 でその先に未来が見えるのか見えないのかっていうだからあの電車のシーンとか子供が向こうに走ってて山があるっていうでもその同じ側に子供よりも先まで進む電車が走ってるでジャン・ルーシャがそこで説明してるのは要するに山が要するに子供の未来っていうかパースペク時間的な将来のパースペクトをブロックしてるけどその,その先に進んでいこうという電車があるっていうことで 子どもたちには見えない未来みたいなのが開かれてるけどもそれが台湾の未来ですみたいな話なんだけど <laughs> あのまあ要するにそ「じゃあ法相寺って誰ですか?」って言ったら要するにこう,こういうふうになっててこういうふうになんかこう先が見えてる絵を撮る人です丸なんですよ。で、まあ、さらに続けて言えば例えばじゃあフリッツ・ラングって誰ですかっていうと、まあ、ジャン・ルシェの場合だと、まあ、フリッツ・ラングっていうのは弁償法の人ですと聖・ハン・ゴーと。 でこの正反合の,、えー、のー要するにこ,うもう、うん、もうこれはもう逃れられない運動だとそこにみんなが取り込まれるとでこれも法則でジェンドゥシェがこの,そのそのこの本でも言ってるのは何かあのえー、っと えー、理由違う違う違う、えー、合理的じゃない合理的な上理、ね、上理の疑いのかなで上理の疑いのかなでもうそうでしょうと要するに、はい、は私は、まあ、全然無実ですだっけ無実ですでも犯人の真似をしますところが実は本当の犯人でしたみたいなね <laughs> まあこれこれだよねこれからも逃れられないとこのまあ、だからもう私は無実ですとか言ういうふうに始まったと 時からもう,なんていう,のもうこいつは犯人だっていうことから逃れられないっていうそのマシンがその何か地獄のようなマシンとして映画を扱うとそれがフリッツ・ラングです丸でその中でただその中で、まあ、彼が付け加えるのは、まあ、画面の中での場所の奪い合いがあるっていうね。 画面のでももう勝つ人は誰だかもう決まってますと法則的にみたいなこととかさまあ,あとミネリミネリは彼にとって重要なんだけどミネリは要するにこうまあまあ世界がこう社会が夢を押し付けてくると社会が夢を押し付けてくるんだけど自分はどうやってその夢を獲得すれば自分その夢をその押し付けてきた夢を跳ね返して自分の夢をどうやって見るのか。 だけどそうやって各自が自分の夢を見ようとし始めると今度は隣のやつの夢にあの自分が吸い込まれそうになったりもするそれを描いたのが「ミネリです」「丸とかね。 で溝口どうですかと溝口の作品を見るとアーティストばっかりが出てきます歌丸から始まってまあ何かこの面とか面,面とんとか、まあ、美女丸だったら例えばこうすごい随分渋いの出てきましたね刀刀刀作ってるとか右月、まあ、物語だったらなんか何陶器みたいなの作ってるとか、まあ、アーティストばっかり出てきますでまあアーティストは何をしてるかというとまあ 美しさのようなものを作ってますと。でもその美しさによって現実が必ず覆い隠されますと。 でそれが溝口の最初結構最後の方でも例えば,、えー、例えばその赤線地帯だったら着物を着るっていうことが、まあ、美しい着物を着る花魁とかなんとかみたいなも、まあ、美しい美しさですごく着物が美しいと。でそんだけどもその美しさはもうある意味であの世界の現実を覆う。 だから何て言うのかな？なんかこう物になってもします。だからみ溝口の中ではなんかその何て言う芸術イコール美しさの結成さんだけど、それは現実の世界の現実を覆うものになっているとでいうような。なんかこれが溝口の問題だと。 だから溝口は今言えばその映画をその何か、まあ、歌丸だとか刀作る人だとか陶器作る人だとかっていうのはまあ一種映画作家でもあって、まあ、なんかそういう関係になって、まあそ,それがとにかく美しさっていうものと世界って社会との共犯関係を問題にしたのが溝口です丸みたいなね、まあ、なんかそういうさこう一言で言うとどうなのよっていう。 この力があのジャン・ドゥーシ、まあ、これだけじゃないんですけどこのジャン・ドゥーの短く言った時の瞬発力っていうのはもうちょっとすごいねってう。うん。わ、すごいよ、あの本当おっしゃる。 通りだと思います。あの、なていうんですかね、要約力っていうか。う一行でこう、ばってまとめちゃうんですよね。だから、例えば、<で>ごめん、もう一つだけ言っていい。で、彼、例えば、<laughs> 彼、あ、もう一、これはちょっと、その、その、なんか、カイシネマ云々の話も関わるから、なんだけど。カイジシネマっていうのは、ハオードホークスが偉いってことにしてて。じゃん、これは、はすみさんが最近の連載でも書いてることだけど。ジョンフォードは、まあ、全然問題にしなかったよね。はっきり言ってね。っていうか、悪い人、今、クリントィストイドが悪い人にされてるのと同じような。感じ 感じの意味で、それにやっぱ解除しないまですら、当時に巻き込まれちゃったんだよね。ジョンフォードは悪い人と。で、だけど、その彼らの、その、ジョンフォード、ジャンルーシェは、それは反省してんだよね。千九百六十年で後半ぐらいから反省し始めて。まあ、ハオードホークスよりもジョンフォードの方が偉いっていうね。あ、そういうことを始めるんだよね。 だけどそこはそこでちょっと面白い話とか一応話しておくんだけどそれはそれを置いといてじゃジョン・フォードって誰ですかジョン・フォードっていうのはまあ水,平、まあ、垂直水平的な空間と垂直のなんかの軸があってあの垂直な軸がある種の,その水平面の中に運動をもたらすと。 必ず垂直軸が水平面の中に運動をもたらすとで場合によってはその水平面の中水平っていうのは一種反省っていうか思考みたいなものになっててこのもたらされた運動をその水平の軸のところにいるそれぞれが自分の中に内化するっていうの。 みたいなことがでこれはもう彼はどっちかというとジョン・フォードのなんか肉弾気中隊みたいな感じのものを考えて言ってるんだけど、まあ、もちろんだけどさあのなな何でもいいんだけど、まあまあ、いくらでも思いつくじゃない垂直軸で運動が到来して、ね、水平軸でその運動がかきたてる運動をか、まあそういうまとめみたいなことごめんなさいね。はいいそういうこと 今こう聞いてても思ったんですけど例えばジョン・フォードとはこうだとか溝口とはこうだみたいな感じで、あのー、作品の話をしているのかと思うと大体それあの全部の作品に当てはまるっていう話になるんですよねでこれが、あのー、作家主義ですねでこの今日見たやつの中でもあの放,射放射線のことであの放射線っていうのは遊びだとかって言うんですよね遊びだろうとかってでそれでどの作品ですかって聞くんですよ。 全部だからうわ出た作家主義だって思いましたね <laughs> あの力ですよねだからねで言われちゃうともうそのようにしか見えないんですよね <laughs> 今のもやっぱそうですよねあの多分溝口でも溝口のある作品を元にしておそらく議論を組み立ててるんですけどそれがもう全部の作品全部の作品に当てはまってあのこの作家はこういう作家なんだっていう断言につながっていっちゃうんですよね。できっと この,あの能力が非常にこう優れてたっていうのが彼があの語り部になれた大きな理由かなっていう気がまああの僕はあのしますねやっぱ話す時にもしかしたらそれも和芸だからあの成り立つんでしょうけどあのここのショットのここのなんか映ってたみたいな話で盛り上げていくっていうよりはもうテーゼをバーンとこう出しちゃってでそっから話をどんどんこう展開していくっていう風にやりますよね。ももししししかかたたら,だから先ののことは見えてななないいれですけどその大きなあのテーを出した後に その定ザから生まれてくる思考の運動に自分の思考そのものを任せていくような感じで話をこうずっとこう展開していくっていうことをしかしそれにもかかわらず例えば8九9 0年代以降 VHS ビデオだ DVD だの時代になって検証が可能になってきたにもかかわらず彼のなんて言うんでしょうか、あのー、アクティビティっていうのになんか輝きがあの特に焦った感じがしないのはずなんでしょうね。 あだからそれがやっっぱすごいなてのんかこう核心をつかむみたいなそれこそ今日あのこの配られてる「愛する儀、えー、芸」っていうところでも、あのー、作品を論じるっていうのはその核心、まあ、をつかむことですよと作品を成り立たせてる想像の核心みたいのに一回こうりあの戻ってたどってそれをつかむっていうことがあの分析の始まりですよみたいな書き方を、あのー、この中で。 あのしてると思うんですけど書いてる時から多分そういうことを意識してあのやっていてでそれをしゃべるっていう時になってあのなってたと思うんですけどその今言ってもらったので思うのはだ当時1960年代にこう見て書いてるやつとかでもこのやっぱこうでかい話が多いんですけどあのショットの分析であの結構描写をしていくっていうことがやっぱりあってだいあの冒頭のクレジット終わったところの,あのショットのつながりはこういうふうになってますっていう感じでこう論じて。 あの行くんですけれどもこう稽古、まあ、な批評家っていうこういうことなんだろうなと思うんですけれどそれはなんかまあ要約ができなくて要するにこう普通に考えるとそのショットを描写してるだけなんですけどその描写そのものがいつの間にか分析になってるっていうのがジャン・ドゥーシェの、まあ、おそらくこの海江城の時代の文体の大きな特徴かなっていう気がするんですよね。それが 記憶の中でやってたことが実際の映像を前にした時も同じことができてるっていうことなのかなっていうのを思いましたまあ DVD 時代のジャン・ドゥシェの主たる力の見せ場はまあちょっと日本の DVD についてないかもしれないんだけどまあ DVD にくっついてるボーナスですよねまあさっきも出てましたよねそう放射丑シェの,のそ,うそうなんだけどあれみたいなね でムルナウのやつあったじゃないですかあれも DVD にくっついてボーナス。まあ、あの,あの あれも編集よくかんないあのなんか「サンライズ」って出て「ロゴ」とか言ってその後なんかそこに英語で出てくるところまでは女の声であ,のあれ自体必要なのかなと思うけどまあとにかく読ませてあれな,なんで字幕じゃなくてっていうねそれでその後の説明も DVD の,の実際にこう作られたこう作品として使えたの分析の,、えー、なんていうの短い。 え何「えーのは」はあ,あの人があの女の人が読み続けるんだけどまあ、とにかく、まあ、あれあれですよねあれがすあれすごいですよ。 で何がすごいかっていうとまあ,まあもちろんなんかもっとできんじゃないのっていうところもあるけどまあとにかくカメラの運動と登場人物の運動を「ムルナーのサンライズ」の分析です,よあのすごく細かくって「はい、今このなんていうの柵越えましたよ」と「これもうダメかもしれないよ」とかにね主間になりましたよとかそれでしかもそれにそのなんていうの愛と性の。 問題がそこでもうその行されてますみたいなこれのやり方これがやっぱり彼のなん,かなんかそれでまずね重要なことはそのまず重要なことはとにかくまずそのカメラの運動と登場人物の運動をきっちり捉えてきっちりこう言葉にしていってはいここ見てはいここ見てここ見てここ見て,こ,こ,見て,こ,こ,見てこうなってるしょああなってるしょこ画面の右左から出てきたでしょ女は右で待ってるでしょこれもムルナンにとって当たり前の。 当然のことなんですよってどうして当然なのと思うけど当然のことなんですよ月がちょっと上に上がってるしあれ下だったら駄目なんですよとかなんとかみたいなこれ全部まずは口で喋ってやってこれでもうそのさっきの,その,あのシネマテックの2人目のインタビューの人なんかはもうかスクリーンが何だっけスクリーンの幕が開いて映画が始まってまたもう一個スクリーンなんだっけ幕が開くみたいな幕が開く多分そのことなんですよ。 な俺は何を見てたんだ今まで一体っ,っていうねそれまずそれ自体がすごいんですよそれ自体やってる人が全然いないんですよはっきり言ってそんなこと。でこれ自体はまずまあ、まあ、とにかく画面に映ってるもの,の運動をとにかく見てみんなで見てみようっていうこれ自体がすごいんだけど彼の場合はそこが彼のひょっとすると限界かもしれないしひょっとするとすごいとこかもしれないんだけどそこにもうなんかこう愛と性みたいな。 愛と性みたいな、こうムルナの場合だったらだよ。であのあのなんだっけ,だっけ、放射線だったら、台湾の歴史とか、そういうものを追っかぶせてくるわけねで、これが、まあ、なんていうの、ジャン・ドゥシャンで、彼は、もし蓮見さんだったらだよ。もし蓮見さんだったら、そんな愛とか性とか、そんなもの話さないですよ。まあ、ある意味で話さないですよ。こう運動だけでも緊張と あのまあ、なんて躍動感が画面にななぎってるじゃないかとそれをまず考えそれをまず感じろと、ね、愛とか生徒はさあとでいいからみたいなね台湾の歴史運動に至ってはもうやめてくれって感じですよね僕なんかが聞いててもちょっと間違ってる感じもしないでもないっていうかあのなんか気がするんですけど、まあ、それは置いといてだけどこれなんですよ。 このだからまあとにかく2段階すごいところがあってまずはとにかく細かい運動をきちっと見る光音どうなってますかはいこれとこれがそういうふうに重なるからすごい躍動感が生まれてるんでしょうでこれが全部この錯綜する線が全部思考のミクロな線でそこで愛と性が計考えられてるんですよっていうこれねこれがまあジャン・ドゥシェじゃないですかね。 その通りだと思いますねちょっと僕から補足をしたいなって思うことがあるんですけど日本語でどういうふうに訳し分けるかなんか難しいんですけどフランス語「大」って言うんだったら「シュジェ」と「テーム」って同じ「主題」って訳されるんですけどちょっとニュアンスが違うようなところがあってでカエデ・シネマの初期のカエルシネマがやった大きなことっていうのは映画を語るときにシュジェを語らずに映画を語ると。それが演出だったり まあ、形式とか形態だったりあるいはあのドゥーシェの言葉で言うとエクリチュールだったりあのなんですけどでドゥーシェはまさにそういうことを実践してた人なんですけどあの最終的にそのシュジェは語らずに、まあ、フォルムの話をしながらそのテーマの話になってくるんですよね。でちょうどこの「アール・ラール・デメ」っていうこのジャン・ドゥーシェの批評集が1980何年ぐらいにあのカエル・シネマの人たちがあのまとめてあの出るんですけどその時に。 どっちかっていうとドゥーシェの敵側だったあのジャンナル・ボニとセルジュ・ダネっていう人がこの本を作っていてあのインタビューをあのしているんですよねでその時に「あのドゥーシェさんあなたの方法っていうのはこういうことなんじゃないですか」っていうのを言う時にある意味では構造主義が出てくる前の構造主義みたいな構造主義アボラレットみたいな。 あのそれが要するに形態の分析ってことになっていくと思うんですけどなんだけどあなたがやってることは結局でもテマティックじゃないですかとテーマ主義のところがあるんじゃないですかっていうのを言うんですよね。今の多分広瀬さんの「ののドゥーてのすごいところでありあの限界であり」っていうのは多分そういう言い方に,限<界>に。<laughs> <laughs> 結局なんかテーマに改修されてるんじゃないかみたいなあのダネが言ったあの批判っていうんですかそれとなんかちょっと近いところがあるのかなっていう気がしたんですけどうんだ、まあ、けど僕はもう限界のところはあんまり強くは言わないかもな、うんうん、だけどまあとにかくそうんか今ので目なんか関係してくるかよくわかんないですけどそのムル「ムルナウ」のやつが出てて例えばこの昔に書いた1960年代に書いてるその「ムルナウ論」みたいのもこの「 あの入っててやっぱりあのとりあえずやっぱこうでかい命題をやっぱ提出するんですよね。ムルナの映画っていうのはこうだと例えば「昼と夜の対立」だみたいな話をあのしていくんですよね。でも、まあ、サンライズなんか見ると本当にまに、あ、田舎とあの都会の対立でそれがある意味では昼の生活と夜の生活の対比なんだっていう,うにあにやっていくんですけどでもちろんこれがあの全部そうだっていう話になっていくんですけど。ムルのの作品ははそれだけじゃないのは 例えばその昼の世界があって夜の世界があってで必ずその中間の世界があると誰もいない無人の空間みたいなものがあのムルナの映画の中では描かれるとで例えばそれは最後の人間だったらあの回転扉だとでサンライズだったらあの湖だっていう感じでこの命題を出すんですけどそれがまたもう一回こう携帯に戻ってきてそのテーマの中での,あのふさわしい携帯が映画の中に出てきてるっていう話にこうもう一回こう送,りさ送り返されていく。 で、こういう時もやっぱドゥーシェの力っていうのがすごい感じる瞬間かなっていう気がします。僕がなんか今回ちょっとジャン・ドゥーシェのこといろいろ。 もうも一回いろいろ読み返したりして思ったのは、そのまあ、彼がよく分けてることとして、まあ、これ日本語的にはどう分かんれるのかっていうのはちょっと後から言うけど、サブワクとコネとかっていうのは違いますと、サブワクとコネクションスっていうのは違います。これまあ、英語だとどっちもナリッジなんだと思うんだけど、まサブワクっていうのはま抽象的な知っていることでね、まあ、なんかその体験しなくてもま知ってるっていう。 ことで「コネトッツォンス」っていうのは体まあその私ニューヨークに行ったことありますっていう時に「まあコネッツっていうのを使ったりするんだけどまあ体験してるとでまあ体験して知ってることっていうか体験することっていうかまあそううそ,それでまあジャン・ドゥシェは要するに僕の僕はあのサヴォワーの人間じゃサヴォワじゃないですよと,ですとまずそういう僕にとってなんかその映画っていうのはコネッツのことだ。 でそれと同時に、まあ、すごい興味深い単語で今回も言ってる何回も言ってるんだけど「感じる」っていうふうに下の字幕では訳されてたけど「オホソンティエっていうのは、ね「オホソンティエっていうのはただソンティエじゃないから強く感じる。だけど「オホソンティエっていうのは「強く感じる」っていう訳が一番正しいんだと思うんだけど。あの ままあまあなんかこう尊敬なって「センスっ」センスのっていう単語と同じ単語なんだけどあのもうそのあるもうそこにあるものを自分も経験で感じるっていうの。 これをから重視してんだよ、ね、でそれがだからだけどもただ単にこう運動の躍動感だけじゃなくてそこに乗ってる思考もオホソンティアフするコネットクするっていうでだからまあもちろんコネットクするにはある程度サブワーも必要だからねとか言って台湾の歴史も僕勉強したよみたいな部分もあるんだけどでもそのサンライズとかなんかもサブワーじゃなくてコネットのレベルでだからテーマティックとか言われちゃうと彼的にはもっとこれもっと物質的に それがあるでしょっていう風うに、ん、多分ピンときてないっていう感じのやり取りになってますよね。だから <laughs>、うん、そういう風に彼は多分ねだからなんか上から何かちょっとしたことをなんか上からそのあるもうそこに展開されてる記号が何でも乗ります電車状態みたいな感じで展開されてそこにはい僕はこのなんか人形を乗せましたよみたいなことじゃなくてもうその電車に乗ってるじゃないかとね。 それをコネクトするんだとオホソンティアするんだっていうのが、まあ、それをみんなにもしてもらうんだっていうのが、まあ、しっていうかみんなはすでにしてるでしょっていうかみたいな感じのことなんだと思うんだよね。だからその,そのなんかその役ア,アーデメーに書いてあることのそのリュシジテじゃない、ね、リュシジティとその パッションと見せてみたいな感じですねでで一番最初の方に何、うん、て訳されてたっけそなん情,情熱と明晰さの両立そのこの組み合わせがね既にそのもう記号の物質性みたいなものとそのなんかそ,それとも一体化して同じものとしての、まあ、こうある種の思考っていうの,そうそのムルナウだったらそのなんかなんか昼と夜だとか,なんか生,と生と愛だとかね、うん、みたいなさ、うん、なんかそういう感じなんだよね うん、やはりその人前で喋って批評するってことをとても重視なさってた方ですしあのまあここに今日3人お呼びしたのはまあそういうことを実践されてすることを重要だと思われてえ活動なさっている方をお呼びしたということもやはりその書くことだけでなく人前で映画について話すっていうことの重要性っていうことっていうのをやはりそれぞれ皆さん あの実践されてるところっていうのを最後ちょっとお話しいただいてその,ルシェの活動にはどうしてもその映画を上映する場所しかも商売とはまた別に上映する場所っていうのがどうしても欠かせないシネクラブであれまあシネマテイクであれですけどもまあ,あのこのね教訓を配られた愛する技あの技芸っというか技法とかの中でもやっぱりあの多くの人が見たにもかかわらず眠ってしまう映画がいっぱいあり。 えー、それをどのよ誰を把握して誰を把握しないかということには政治があるんだって今日もそういう話になりましたけれど、はい、まあでもそうですよねそれ自体はやはり常に期待されていることなんだろうなということは、えー、あると思いますだから、えー、まあやり方は何て言うかそれ国,ご国のそれぞれのやり方で随分違ってきたり何、えー、て言うか状況は違うんですけどもやっぱりまあ、あのー、その辺はあのー、そうですね えー、絶えず意識してまあ仕事をしていかなきゃいけないんだろうなということはやっぱり思っているというのは本当です。はい、いろいろ言い残されたことたくさんあるかと思いますけど <laughs> あの <laughs>、まあ、さっき同じ質問に答えると僕は正直言うとほとんど映画に関わる僕の活動はジャン・ル社シの真似ですでまず監督の短いな言葉僕もツイッター大好きですから。 短くま1 0 40字でまとめるっていう映画線流ね。うんもう全、ま、完全にまとめる。で絶対それが可能なはずっていう作品でも監督でもであのもう今韓国ドラマよく見てるんですけど何時間あろうが140字でまとまるはずっていう。 であのまあ、そこはもう一緒で、まあ、僕の場合ドゥシャさんができてて僕にできないことはさっきドゥシャさんはその物理的な運動と思考を同時に語るっていうのをする人じゃない、まあ、さっき「ムルナウ」でも見たと思うんですけど同時に語るっていうのをするじゃないですか。でも僕はもっとなんかやっぱり運動をもうちょっと細かく話したいっていう。 でこれはごめんなさい僕最近どうしてるかっていうと僕描き、まあ、物は、まあ、運動はもうできません運動を終えませんと、まあまあ、それこそはすみさんの言う言葉で言うと映画を活劇として描くことは描きか書物ではできませんとでそれが僕は前からジレンマでであの蓮見、まあ、さんだって一回も活劇とし,として描いたことなんてないんで、ね、映画が活劇だから見に行けっていうだけで それが何度も何度も書いてあるだけで「活劇として描写されコショット」とは何かがどうなるのか分かんないけど活劇ととして本当に描写されたことは一度もないで僕はもうそれが苦しいから最近とはかちょっと23年前に始めたのは上映しながらそれを全部話すっていうの。 でだからそれをやるとやっぱりねそ中であの愛と性がどうのものとか言ってる暇は一切ないん、ね <laughs> でもそれでもやっぱ面白い多分言ってる僕も面白いし聞いてる皆さんもそれなりに面白く聞けるあなんか本当になんかこういうふうにこうなんていうかな映画の中にね緊張と躍動感が導入されるのかっていう,っていうのが本当に見えてくるからとっても面白いことなんで僕はそれだからある意味でそれはそれにそういうふうに,そういうふうに語りにそっちの運動を方は語りに分類してあのなん思考みたいなものはまあ書き物に分類しちゃってるだこんで。 ほんこれをこうくっつけるたいね。なんていうところがまあだけど、ドゥシャさんみたいな感じのところがにまあまあちょっとどう,どうしようかな。みたいな悩みがあるで、それでね。僕スネクラブのことなんだけどね。僕自身はこう。客席にいるときは人の言ってることは？ ね、なかなか聞きづらいっていう部分もあるんだけどこの逆のタッチこっちにいる時は僕はもう最大もう言った人の言うと「すごいこと言いますね」っていうのをまあなんか自分の一応いつものやり方としてて学生の大僕も大学の授業とかも本当ササブはなし。 サブは全然ゴダールの名前なんか覚えなくていいし見た作品もののタイトルも覚えなくていいですよっていう感じでやってるからまあ僕も ître,「コネット・ホソンチでまあそれで何か言ってもらってそれこそこの言ってもらったことから最大限に盛り上げる本当にすごいこと言ってる本当は作品のしんしんし何本質をつかんでるねっていう感じのことを、まありとあらゆる大学でやってるっていう。 ねだからね、まあだから僕はなんか僕,の僕としてはまあジャン・ルーシェンのまあ一人ももう出てこないとか言ってたけどさっきそのブルゴーニュの人たちが、うん、でもかまあそう僕やってますっていうね、はい、伝えとかない <laughs> 伝えとこ <laughs>、まあ、日本にいたぞというな です <laughs> うんまあ、とにかく、まあ、僕は僕なりに頑張ってるっていう感じ本当にもう僕にとってはジャン・ドゥシェは完全にモデル完全全ににモモデデルルですなんかいや今の、ね、話のあとに何か話せって言われるのもなんかどうしようかなっていうところはあるんですけどユース,タースターシュとの、ね、つながりも本当はあります。 そ,うそ,うそれでなんかインタビューとかももちろんあのしたりとかもしてるんですけど、えー、僕はでもそのなんかさっきなんかちょっとあの言っちゃってなんか誤解があったら嫌だなと思ってたことは僕が、まあ、フランスにいる時に僕は全然ジャン・ドゥーシェの,あのシネクラブの常連とかじゃ全然ないです。まあ、な何回か行っったたことはもちろんんあったりするんでするでけどあの そこにはむしろ全然関心を持ってなかったのが多分僕が「白論」「ヒあのデン・じゃあのジャニ・エスターシュ」っていう本にあのまとまっていくことを作業を一生懸命やってる時はあのむしろジャン・ドゥーシェが体現してるようなあの昔の,あのシネフィリーの価値観っていうのから自分をどれだけこう遠ざけることができるかっていうことの方が自分にとって大きいあの課題だったのでジャン・ドゥーシェのシネクラブに危機として通うなんていうことは。 あのやっっぱりなかったですよねで向こう行ってもやっぱこうハードコアシネフィルみたいな人はやっぱこうやっぱジャン・ドゥーシェの「このラー・デメ」っていうのはもう、まあ、バイブルみたいな感じになってて「お前これ読んでなかったらお前シネフィルじゃねえだろ」みたいな感じでこう、ね、言われるような本のこれはあの一つです。で「あそうだなんかこれ愛するなんか技法」っていうのを僕なんか「これ愛の,愛の道」って訳したいなってちょっと心の中で思いながら今日「愛の道」。 あの道ってこう方法とかあの技みたいなのが意味があるじゃないですか,なんか技法とか技芸っていうとなんかちょっとなんか硬いかなっていう気がしてであの茶の道とかもそういう芸術とかもなんか道っていうのを使う感じがあるんで「愛の道」っていうのはどうかなっていうのをあの提案をいつかしようと思ってたらちょっと忘れちゃったんで今したんですけど、まあ、却下してもらったほう全然かちわない。 茶の,茶の道とかとねあの角とかそ,うその道とねこう響く感じで道っていうじじゃあすじアイドーになっちゃうとちょっとねなんか違う気がするし恋愛道とかになってもちょっと違う気がするんで難しいところではねあるんですけどでもさっきちょっと話に戻ると割とそのやっぱカイエ・ジョーヌの,あの価値観みたいなものと自分がどういうふうにこう距離を取ればいいのかっていうことを結構考えて。 考えながらやっぱりユスターシュについて考えるっていうことが大きな課題だったっていうのがあるんですけどその僕はでもほんあの白論で書いた時にはこのジャン・ドゥシェの,このラー・デメのそれこそ一番初めの,この方法論をまあ自分なりにこう書いてるっていうこのまあ僕は今「愛の道」ってこう訳してもしかしたらまあ却下されるかもしれないこれをあの引用しているところが。 あってそれは日本語にする時に全部あの取ってるんですけどそれなんでそういうことをしてるかというとあの白論の中一応なんか自分が何やってるかみたいなことを説明しなきゃいけないっていうのがあってで僕はあんまり自分が何をやってるかっていうのをあの考える習慣もないしあのそういうことを考える必要を自分では感じてないんですけどなんか大学でなんかやるとあの説明をあのしないといけないっていうところがあって、まあ、いやいややってたあの箇所ではあるんですけどそこででも。 あの結局最終的にジャン・ドゥーシェの「ラー・デメからちょっと引用するっていうことをあのやったんですよね。でそれはさっき言ったこの中であのこの想像する時のこの核心みたいなものにこう作品を論じる時にもう一回こう立ち戻っていかないといけないんだっていうことを書いてるところがあってでそれは作品そのものを成り立たせてるなんかイ「イデアをあをつかめ」っていうことなんですよね。で それをジャン・ドゥシェっていう人はそれは作品のフォルムを見ていくことでそういうことができるようになるとそういうふうに説明をして自分の方がそうだっていうふうに書いていて、まあ、実際にそういうことをやられてるんですけどあの僕はドゥシェはこの時代にそういうことを書いてあのおそらく理念的にそういうことが可能でそういうことを理念的にやろうとしてたと思うんですけど僕はあのいろいろこう資料とかを集めてやろうとしているのは結局そういうことですと。 あの作品のまあフォルムからじゃなくて資料とかまあ証言とかを頼りにして作品そのものを成り立たせているあのイデアに到達するのが自分がやろうとしたことですというふうな説明をするときにあ,のあれだけこうちょっと距離をとってむしろちょっとこう避けてあのこう対象化していたあのものをあの最終的に自分がこう引用するっていうことをあのやって実はあの最後フランス語で書いた時はあの終わりに。 あの一番最後にやったた作業がそれだっ,たっていう感じですねやはりこうやってあの直接同じ場に、えー、いて映画の話ができる、えー、そういった空間なかなか今難しいながらもこうやって、えー、たまに皆さんと集まって、えー、お話できる場を。 作ることがジャン・ルッシェの精神をつないでいくことだと思いますしぜひ皆さんとそれを共有していければと思います本日お忙しい中お3人お集まりいただきまして素晴らしいトークありがとうございました皆さん拍手をお送りくださいありがとうございました